里崎チャンネル。ちょ。こんにちは。サムライジャパン。はい。はい。もう発表されます。はい。里崎の情報によると。はい。はい。だからもうこれが最終発表です。はい。これで選ばれるわけとかじゃなくて、里崎ジャパンの最終選考ってことですよね、うん、だからもうこれで選ばれるんですよ。もう今後、はい、もう本物の侍ジャパンも選ばれるから、はい、これがもう最後の侍ジャパンです。どういうことですか、最後の侍ジャパンって。里崎チャンネル的に、あ、まあ、今年はねっていうね、はいはい、これがもう最後の決断です、うん、だからこれ選ばれた人たちが、はい、あのもう侍ジャパンです。はい、いいんですか、俺のね、呪いとか言われちゃってやるんですか、直前に。だって宮城とかめっちゃ頑張ってるよ。あ、で頭ね丸刈りにして、うん、宮城めっちゃ頑張ってる、はい、頑張ってますね、うん、あと栗林、平まだ無視って。そうですね、うん、だからもう全めっちゃ頑張ってるやん、みんな。だってあと甲斐、村上、今ホームランキング、はい、菊池、うん、高打率、これ前回選んだ方がですね、うん、吉田正尚三振しないし、はい、大島まだ3割以上打ってる、うん、荻野も絶好調、はい、ほらすごくない。山本完全試合仕掛けたんだよ。そうですね、うん、うん、なんか問題でもまあいい、もちろん今選んだ人がみんな悪かったらやばいですからね。うん、そう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 、はい、だからもうか何もないのよ、まあ、そうですね、まあ、たまたまってことですから、うん、そいつが悪いだけよそうですね、そういうことにしましょう。はい、じゃあ選んでいきましょう。はい、呪いの、ね、だから俺の情報によると、はい、俺もいっぱい情報が入ってくるけど、俺の情報によると、はい、なキャッチャーは2人らしいの、うん、へえ、3人体制じゃないんですか、うん、24人の中で、はい、だからこの里崎ジャパン的にも、うん、キャッチャーは2人にしようかなと、うんうん、だからピッチャー10人、はい、野手14人でキャッチャー2人だから野手12人、うん、っていうところで考えていきましょう、はい、で前回ね、明日オリンピックがあったらで選んだ選手はここにあります、うん、はい、これが選んだ選手ですけど、はい、まあ、そこからどこまで変わってるかっていうね、うん、じゃあ野手からいこうか。ピッチャーの方が難しいからね。先発からいかなくていいですか。ピッチャーの方が難しい。あ、そうですか、うん、はい、やっぱ野手の方が簡単じゃん、はい、だってキャッチャーなんて一番簡単、うん、はい、もう甲斐同盟だと思う2人そうですか、セバで、はい、セバでもう2大巨頭だ、まあ、そう今はそうですよね、うん、もう完全に甲斐梅野もうこれでいいじゃん、はいはい、梅野もちょっとね打撃が不調で、うん、来てるけどもやっぱ得点圏打率もいいし、はい、しかも足もあるじゃんね、えこの間楽天戦でも走られて、うんうん、っていうところもあるし、うん、まあ、小技もできるし、はい、まあ、守備力っていうところも考えたら、はい、まあ、このね、うん、甲斐梅野はもうそれはもう鉄板やろ、うん、まあ、そうですね、うん、まあ、妥当です、妥当っていうかもうこれですよね、一番簡単、うん、はいでショート、うん、坂本やな、帰ってきたもん、帰ってきましたね、骨折からで、はい、俺はもう3連戦全部見たけど、うん、もうあれはいけます、はい、ショート坂本、はい、しっかり打ってるし、うん、守備も問題ない、はい、これはもう入ります、うん、はい、でセカンド、はい、菊池やな、うん、そうですね、あの守備力、うん、でまあ、ホームランもあるし、はい、2017年の WBC 準決勝でもホームラン打ってるし、うんうん、守備力、はい、小技、うん、まあ、これはちょっと外せないね、はい、で外野、外野先いきますか、うん、外野も鉄板だもんレフト吉田、センター柳田、ライト鈴木誠也、はい、まあ、ここだと、これもこれは鉄板だと思うの、はい、さすがに、うん、実績も踏まえて、うん、で鈴木誠也もよ、なんやかんや言いながら打率2割9分8厘でセ・リーグ4位だからね、うん、なんやかんや言われながら打ってないとかって言われながら4位、はい、これで打ってなかったらもうセ・リーグの選手全員打ってない2割9分で打ってないって言われる、まあ、期待値が高いってことですよね、そうそうそう、だからすごいよね、うん、だからまあここはもうこ外野はもう鉄板だと思うわけ、はい、ここはもうしばらく変わんないでしょうね、変わんない変わんない、うん、でやっぱ内野のバックアップで、まあ、源田はいるね、はい、ここは源田が今ちょっとコロナね、うん、陽性で外れてるけども、はい、まあ、多分交流戦から復帰するし、うん、怪我してるわけじゃないから、はい、ここ帰ってくれば、うん、まだオリンピックまであと1ヶ月半ぐらいあるから、うん、これも調整可能だから、はい、もう源田は入れます、はいはい、怪我じゃないんでね、うん、であとどこかな、ファーストサード村上はな、うん、村上はやっぱりちょここどこ守らすか別として村上は、はい、いるわけよ、はい、あの一塁にファーまあ、DH っていうからあとね、あ、山田がめっちゃ打ってんのよ、はい、ここに来て、うん、山田ファーストかな、ちょっとでサードでしょ、はい、サードはやっぱサード岡本かな、サード岡本選手、うん、だって岡本はサードファースト外野を守れるから、はい、やっぱこの24人しかいないからユーティリティ性がめっちゃ大事だから、うんうんうん、まあ、こう岡本を入れて
まあ、ユーティリティ性も保ちたいし、はい、でまあ、村上もサードできるから、はい、で岡本守備いいし、うん、でそこら辺の兼ね合いで村上サードで岡本が控えからのっていうのも、まあ、いけるわけよ、まあ、入れ替えできるってことですね。そう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 、はい、山田選手はどうしますか。だからちょっと山田をちょっと置いといて、はい、ちょっと候補で今、うん、置いときます。だから栗原、あやっぱキャッチャー2人体制だと栗原マスト、はいはい、できる人がいるってことですか、うん、少なからずできる人がいるから、はい、まあ、栗原マストだね、はい、あれあともう村上岡本あとまあ DA あと1234567891011だともう終わりだね。終わりです。じゃあ山田選手はもう入れるという形にします。あ12あと2人か14だから12あと2人あって14だから野手キャッチャーあと2人いけるんで、はい、でここであとは外野のスペシャリスト的なのも欲しいよね。守備、はい、うーん、荻野選手、荻野欲しいね。あとここで浅村を入れるかどうか問題も出てくるんだよね。ちょっとね調子落としてるしね。今年ホームランが、うん、例年に比べると少ないんですよね。そうなのよね、うん、だから山田をファーストで村上 DH っていうのもあるわけよ。なるほど。じゃあ一応今そうしましょうか、うん、ファースト山田 DH、うん、村上にしましょう、うん、はい、っていうパターンもあるじゃんね、はい、であと2人でしょ、はい、だ代打専門っていうのもいいよね。あそう考えるとサプライズ佐藤くんとかどうですか。いやでも出るとこないからね。サード佐藤、サード佐藤とか、まあ代打佐藤みたいな。ああ、まあもう面白いね。でも源田をダイソーで使えないからね。ダイソーだけで守備なんかあった時の守備だから。うーん、ダイソー的なのもいるよね。あそう考えたらやっぱ荻野だね。荻野選手ですかね。やっぱ荻野、はい、じゃああと1人、あと1人はもう代打だね。はい、佐藤、近藤、うん、佐野。うん、佐野もいいよね。今どのぐらい打ってますか。3割9厘ああ、いいですね。佐野やな。おお、じゃあ DeNA 佐野選手、うん、代打で、はい、じゃあこれで野手終わりじゃないですか。そうだね、はい、これかな。そしたら内野のどこでも守れる守備固め源田選手、キャッチャーも含めて UTT 栗原、ダイソーからの外野で荻野で代打佐野、はい、でいいかな。で、まあ、山田テストのセカンドっていうのもあるしね。そうですね、いきますね、うんうん、これ前回と誰が変わってます。野手でいうと前回でいうと大島が、ああそうだ、大山、大城、浅村かな。そうですね。だからその代わりに佐野、うん、山田が入ってるんだよね、うん、だって佐野はそんな左ピッチャー苦にしないからね。うん、左って言ってもキャッチャー2人にすることによって野手もちょっとなんかあれですね、厚み出る感じありますね。そうそうそう、左の方が3割1分3厘、左も右もコンスタンスに3割いってるから、うん、すごい、左右ピッチャー関係なく佐野を代打で使えるっていうのも大きいし、はい、うん、これだね。いいんじゃないですか、ね、はい、で次ピッチャー、はい、10人、はい、まあ、だから間違いなく入るの山本だから、うん、まあ、やっぱね常に防御率がいいですよね、うん、であとはやっぱ守護神は、はい、やっぱ栗林じゃない。お、やっぱり入りますか、うん、まあ、うん、点取られたけどね、はい、点取られたけどもやっぱこう入れときたいよね、うん、であと平、はい、もう絶対入りますね、うん、平も絶対入る、うん、はい、もう間違いない、平守護神でもいいんだから、うん、はい、で宮城、うん、そうですね、これはもう入れときたいよね、はい、左でちょっと菅野はちょっと入んないかな。そう、昨日のピッチング見ててもあと1ヶ月半でちょっと不安だよね、はい、あと怪我の状況もあるし、うん、そう考えてやっぱ青柳は入れるな。そうですね、やっぱそうサイドスロートでからのっていうところは中継ぎとかでも使えるし、はい、あと5人、はい、先発は5人欲しいからね。最大6試合なのよ。前回で言うと菅野投手、山本投手、涌井投手、宮城投手、森下君と、うん、西投手も入ってましたね。そうそうそう、うん、オープニングラウンドが AB グループ分けて3チームずつ分かれて、はい、そこで2試合でその後決勝トーナメントになって、まあ、変則的にはノックアウトステージになるんだけども、最短で5試合しかしないから、はい、で最長で7試合、うん、だからまあ先発5人は多分絶対いるから、うん、あとじゃあ、まあ2人は必ず先発いるっていうことですね。そう考えたら柳かな、やっぱり入れますか、うん、はい、やっぱ奪三振率も半端ないしね。今防御率 1.89、うん、しかもフォアボールも少ないから、うん、山本よりフォアボール少ないからね、はい、だからまあ柳だね、うん、いいですね、うん、ここは、はい、でもう1人、2、3、あと1人先発、先発、はい、まあ、ここでマー君いっときませんか。いや、いかない、いかない、
行きたいの。いや、いつもピッチングはいいんですよ。そうそうそう、援護線があんまりね、恵まれないですし。え、どうですか、あと1人マグ入れとく。マグ、お、お、マグ入れとこうか。あ、入れてくる、いいんですか。マグ入れとこうか。お、ありがとうございます。世界も知ってるしね。そうです。で、まあ、勝ってないけど試合は作ってるもんね。そうなんですよ、ね、いいんですよ、うん、いつも。で、国際球に変わったらちょっと変化が曲がりやすいかもしれないから、もうちょっと曲がるかもわかんないからね、はい、マーク入れとこう。ここぞという時に絶対やってくれる方なんで、はい、あと3人、はい、ちょっとリリーフいるね。リリーフ入れましょう。もっとリリーフ、前は森投手、岩崎投手。だって森も今だって手術しちゃったからね、はい、左。もう今は選ばれる。で、岩崎もちょっと抹消して状態悪いよね、うん、これ帰ってくるのかなっていうところがねポイントだけども、うん、カラカーもなんかちょっとなんかバッドコンディションらしいんだよね今。うーん、コンディション不良もどこまでのコンディション不良か分かんないから、入れててね。そうですね、できないってなってもあれだし。うん、やっぱこう考えたらやっぱ西やな。あ、まあ先発もできるし、やっぱ西は入れときたいね。あとは青柳を後ろに回してもいいから、うんうん、あと2人、あと2人、はい。まあでもリリーフ専門職もうちょっといるよね。はい、松井裕樹かな、うん、ここはね左、はい、ぜひぜひ、うん。ラグデンの関係者ですか。あの全然そういうわけではないんですけれども、まあ、ちょっと馴染み深いので、うんうん、入るとちょっと嬉しいなっていうところがあって、うんうんうん、まあ、左でね、はい、で、あと一人ですね、はい、ここでもうね、はい、サプライズ。あ、決めたんですか。佐々木ジャパンの、はい、サプライズ一人、はい、最後左、日本ハムの、はい、カーンです。おお、左、はい、いいのよ、うん、フォアボールも出せへんし、はい、最近もう何試合も無失点、うん、しかも超緊迫した場面に出てきても点取られてないから、はい、うん、リリーフ同じ地元の、うん、はい、もう結果も出してるからね、うん、ちゃんと、うん、これはもうね、カーのサプライズで左でリリーフ、はい、入れる、入れちゃう、はい、これでいいんちゃう。お、決まりましたね、うん、で先発が山本、宮城、うん、柳、マー君、うん、で西、はい、で青柳を、まあ、どっちでもいけるようにして、うん、でリリーフが平、栗林、川野、松井で左右完璧じゃない。うん、なんかいい気がしますね。いいよ、いい感じするよ。いないチームの方は全チームいます。いや、それはもう全く見てないよ、そういうの気にそんなの気にしないよ。まあそうですよね、限り言ってんだから。世界と戦うわけですからね。金メダルよ、12球団とかそんな別に、うん、探して いなかったら叩かれるやん。そうですね、うん、いらないこと言いましたね、うん、はい、完全いらない情報今。でもいらない情報でも絶対あれですかね、コメント欄誰かがあの言ってきますからね。え、じゃあでも、もしかに全部いる可能性が。巨人、坂本、うん、阪神はいるでしょ、はい、梅野とかね、うん、で、ヤクルト山田でしょ、はい、DeNA が佐野でしょ、うん、で、中日が柳でしょ、うん、広島が栗林君入ってますね。あ、鈴木誠也選手も入ってます、うん、で、ソフトバンクが柳田、柳で、楽天がマー君、松井、はい、うん、で、ロッテが荻野、うん、日本ハムが川野、うん、西武が源田と、で、オリックスが吉田。お、全員いるよ。山本宮城、全員入ってるじゃないですか、奇跡的に。はい、ね、言ってよかったこれが、はい、佐々木ジャパンのね、はい、最終発表です、はい、で、うん、本当の侍ジャパンが発表されたらそれを見て、はい、また動画を作成して検証します。はい、皆さんの侍ジャパンももう発表されるんでね、うん、これ最終締め切りだから、はい、皆さんのサプライジャパンもぜひコメント欄に書いてください。はい、お願いします。強いよー。